岐阜県警察音楽隊は昭和26年8月に創設され、県民と皆様と警察を結ぶ音の架け橋として音楽を通じた警察広報活動を行っておられます。音楽隊員は警察本部に勤務する警察官と一般職員で編成されており、パトロール活動など通常の警察業務と音楽隊員としての訓練や演奏活動を両立されていらっしゃいます。警察音楽隊は警察が行う交通安全や地域安全に関する行事での演奏や学校、自治体や行事に招かれて演奏するほかに、年に1回の定期演奏会も開催しています。レパートリーはクラシック、歌謡曲、映画音楽まで幅広いジャンルに及び、どなたにも楽しんでいただけます。昨年も本当に大好評でした。このステージ、なかなかこんな間近でお見えになることはできないので、皆さんぜひこの時間を楽しんでください。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。警察音楽隊です。本日はアンパチふれあい祭りにお集まりいただきありがとうございます。本日司会を務めますホルン担当の小野美幸です。よろしくお願いします。オープニングに演奏した曲は行進曲雷神でした。思わず歩き出したくなるような軽快なメロディーだったのではないでしょうか。指揮は音楽隊学長大森警部補です。次に
に演奏する曲は、若い世代を中心に絶大な人気を誇るシンガーソングライターあいみょんのマリーゴールドです。この曲は昨年の NHK 紅白歌合戦でも歌われ、ゆったりとした曲調と甘酸っぱい恋のストーリーを描いた歌詞が多くの人の心を掴んでいます。それではマリーゴールドです。どうぞ。優しくどこか切ない曲でしたね。先ほども総合司会の方から紹介がありましたが、ここで私たち音楽隊について簡単に紹介したいと思います。岐阜県警察音楽隊は昭和26年に創設され、音楽で県民と警察を結ぶ音の架け橋として広報活動を行っています。私たちは音楽以外にも警察活動を行っており、
24時間パトカーに乗り、犯罪の予防や検挙活動を行う自動車警ら隊、岐阜県下すべての110番通報を受理し指令する通信指令課勤務などを通じ、県民の皆さんの安全と安心を守っています。さて、次に演奏する曲は2020応援ソングプロジェクトのテーマソングパプリカです。この曲は2020年とその先の未来に向かって頑張っている全ての人を応援する歌として米津玄師さんが作詞作曲されました。本日は音楽隊パプリカチームによる歌やダンスをお楽しみいただきたいと思います。ぜひ子どもたちはその場でお兄さんお姉さんの真似をして一緒に踊ったり歌を歌ってください。それではパプリカです、どうぞ。ありがとうございました。歌ダンスは音楽隊パプリカチームでした。はい、さてここで皆さんにお知らせがあります。私たち岐阜県警察音楽隊による
第24回定期演奏会が令和2年1月18日土曜日に開催されます。開演時間は14時からで、場所は羽島市の富士羽島文化センターです。入場無料ですが、事前申し込みが必要となります。募集期間は11月1日から11月29日必着となります。応募が多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。詳しくは左右に設置の看板や県警ホームページで ご確認をお願いします。さて、次の曲はリバーダンスです。リバーダンスとはアイルランド音楽を中心とした舞台作品のことです。本日はカラーガード隊員によるフラッグとバトンの華麗な演技もお楽しみください。それではどうぞ。いかがでしたか？とても華麗で見とれてしまったのではないでしょうか。バトン演技は上垣伊織隊員、フラッグ演技は伊予田里奈隊員、倉内美希隊員でした。さて、次は私たち音楽隊のボーカルの歌声をお聞きいただきたいと思います。演奏する曲は2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興ソングとして作成された花は咲くです。この曲は震災で亡くなった方々の目線で作詞されており、100年経ってこの曲が何のためにどんなきっかけでできた曲か忘れられても残る曲になればという願いを込めて作られています。その願いや思いが私たちの演奏と歌で少しでも感じていただけたらと思います。歌を歌いますのは岐阜県警察で一番歌がうまいと言われています、榎谷太一巡査部長です。それではどうぞ。Thank you.
サザエさん、夢を叶えてドラえもん、忍たま乱太郎から勇気 100% の4曲をメドレーで演奏します。曲がわかる方は一緒に歌い楽しみながら聴いてください。それではどうぞ。
楽しんで聴いてもらえたでしょうか。ありがとうございます。さて残念ですが次の曲が最後となります。岐阜県警察は県民の皆さんの安全と安心に尽力を尽くしますので今後とも警察活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。最後は若大将のニックネームでおなじみの加山雄三さんの曲をメドレーで演奏したいと思います。曲は君といつまでもお嫁においでサライの3曲をメドレーで演奏します。曲がわかる方は一緒に歌ったり手拍子をしながら聴いてください。それではどうぞ。Thank you.
さんどうもありがとうございます。はい、本日はですね、もう天候も最高ですしね、食べるものもさぞかし美味しいことだろうといい匂いが飛んできますけどね、間違いなく聞いておりました。こんなにたくさんの方に最後までですね、私たちの演奏をお聴きいただきまして本当にありがとうございます。はい、昨年に引き続いて今年も呼ばれて私ありがとうございまして演奏させていただいております。去年もですね、このようにたくさんの方にお聞きいただいたんですけども、なんか今年のお客様またさらに増えて、去年よりもですねパワーアップして、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。私たち音楽隊はですね、この秋ですけども、まあいろんな国の行事とかがございましてですね、活動がなかなかできない、そういった中でですね、こういった派遣の活動ということで、今日はちょっと久しぶりですね、本番の方をにやってまいりました。で、今日はレパートリーがですね、結構隊員の方からもちょっと苦情が出たんですけどね、ちょっと久しぶりということで私ちょっと気合を入れて頑張りすぎちゃって、もうちょっとみんなちょっとなんか半分怒ってやってるかもしれませんけど、でも私たちですね、皆さんのためならどんな曲でもね頑張っていきたいなということで、やらせていただきました。ではですね、せっかくアンコールいただきましたので、もう一曲ですね、去年もやりましたヤングマン、ありがとう、はい、これを演奏させていただきたいと思いますので、もう、まあ、皆さんね、ヤングマン YMCA といえばこうやってね振りがあります。練習ちょっとしちゃいますか、ね、はい、YMCA ありますので、 Y って決めたらこれですね、両手 M、 はい、C はこっちですね、で A ということでですね、隣の方にちょっとぶつからないように気をつけていただきましてですね、今までずっと座っていただきましたね、座ったままでしたので、立っていただいても結構ですが、最後は皆さんとぜひ一緒に楽しんで、締めくくりたいと思います。それでは最後の曲です、ヤングマン演奏します。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。改めまして岐阜県警察音楽隊の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ふるあい祭りのために駆けつけてくださいました皆さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。終わるのがもったいないぐらいでした。ありがとうございます。もう一度見たいという方はぜひ来年1月18日に定期演奏会が行われます。事前申し込みが必要となりますのでお問い合わせの方は隊員の皆様の方にお願いいたします。ありがとうございました。